ここに集まってくださってるメンバーってラブスタイリストのね、その過去の痛みを愛に変えて愛を伝える人になろうっていうビジョンとかコンセプトに共感してくださっている方たちかなと思います。はい、思います。なので本当に超安心安全な場所で安全領域なので、だからこそさっきお話の中で出たその夢とかを口に出してみるっていうところをすごいしやすい場所でもあるかなって思うんですよね。なのでちょっと今日はめっちゃいきなりなんですけれども、3期メンバーに授与式でお渡しする前にお一人ずつちょっと登場していただいて、ここでこの時ちょっと10年後とかで叶えたいこととかをお話しいただきます。で、叶えたいようじゃなくてちょっと叶えたっていう体でお話をいただければなと思います。自然出席は15冊で、紙出版では5冊、そして5カ国での公演が無事終了して凱旋パーティーを今しております。ありがとう。もう一個も夢があって、フードジャーナリストとかトラベルジャーナリストとしても本を出すことができて、それが、インバウンド向けのお客さんとかにも広まって、私はメディア出演するのが当たり前の日常になりました。ありがとうございます。皆さんのおかげです。ありがとうございます。おめでとうございます。アメブロをきっかけにちょっと本の出版のお話をいただいて、ちょっと無事出版することができて、みんな大阪と東京でね、ちょっと100人のセミナーを開催させていただいたんですけれども、ちょっと見た顔もいっぱいいる、ありがとうって言ってね。今日は私のすごい記念すべき日です。すごいさっき緊張したんですね。本当に隣に可愛い舞さんが座っていらっしゃって、インタビューするの全然慣れてないから、でもどうしても舞さんの出版記念パーティーの本のキャンペーンの対談をしたくて、ついに対談できるようになりました。舞さんありがとうございます。今日ね、皆さんに夢とか理想とかっていうところでお話いただきましたし、そういう話もたくさんしてきたんですけど、正直叶う叶わないとかは関係ない。もちろん叶ったら嬉しいけど、どちらでもよくって、この願えること自体っていうのがすごく幸せなことだなって思ってます。私ですし、今日ね、皆さんの夢を共有していただけて、一緒にね、夢を理想を聞けて、本当にそうなっていくだろうなって、その共有できた時間自体がすごく幸せな時間だったなって思っています。なのでね、本当に願えること自体が幸せっていうところを心に置きながら、これからもラブスタイリストのメンバーみんなでたくさんの夢とかを描いて、次のお子さんたちとかね、こうやってどんどんその理想とか夢っていうところもワクワク楽しいエネルギーが波及していくような環境にしていけたら嬉しいなと思っています。今日はすごい長時間が経ってしまったんですけれども、皆さん最後までご参加くださってありがとうございました。